爆走鬼畜トロッコ、スーパーファミコンのドンキーの動画を見てて、まあトロッコゲーを無償にやりたくなったんだけど、そんな手軽に準備もできないということで、まあ探してみたところ、爆走鬼畜トロッコというのがありまして、まあ鬼畜と言ってるから鬼畜なんだろうなと、うん、期待しつつ、じゃあやっていこうかね。うん、スタートボタン。ステージがいっぱいあるな。じゃあステージ1選んでいこう。タップするとジャンプ。 OK。 二段ジャンプできるのかな。あ、二段ジャンプできる。最初はすごい遅いけど、あ、加速していくんだね。やっぱりコイン取っとこう。コイン何の意味があるんだろう。 OK。 いやでも今のところ鬼畜ではないね。まあスタート直後に鬼畜だったら困るけど、うん、さあ下りも増えて結構落ち着いてるけど、あ、危ない。ジャンプが意外とシビアなのかもしれない。お、ハートの形になってる。ジャンプ。わあ、もうちょっと待った。いや、ちょっと舐めてたな。あのね、前輪だけが乗って助かるわけではなくて、前輪だけが乗ると後輪がどんどん下がって落ちていった。今多分動画ではスローモーションとかになってるから分かりやすく状況が伝わると思うけど、なんだろう、何、物理演算というか、うまく乗らないと落ちるんだな。危ない、今のとこ危ない。 OKOK。 そうだよね、この落下の仕方とか、ちょ待って、危ねえ。危、落下の仕方とかもなんかかなり、え、嘘でしょ。上ぶつかるんだ。ちょっとほんと嫌だな。ここワンジャンでいいってのが恐怖だよね。で、ここのコインに、ここコインに釣られるでしょ普通に。鬼だな。1ってどういうこと。あの上りは正直先が結構、おお、危ねえ。なんだ、すごい遅かったぞ今。スピードも変わってくんの、もしかして。これ上りはね、先が見えるからいいけど、大丈夫。危ねえ。相当危なかった今。やっぱ余計にジャンプしちゃダメだな。 OK、 あと80、ギリギリ。危ねえ。あと60。油断するな。下り怖っ。やった。下り怖っ。よっしゃ、クリアした。どんなもんだ。残機回復まで20秒。回復していくんだ。いや、やばいわ。想像以上だ。ちょっと2面も行ってみるか。想像以上だな。一面から結構ね、いや、下りがきついのは分かった。うん、攻略法ではないけど、下が見えないからね、怖いんだよ。え、怖い。ちょ、マジか、危ない。ダイナマイトのマークある。オッケー。危ね。ついに、危ない。あれ、触ったら一発アウトだろうな。やばい。ワン、ツー、オッケー。ワン、ツー。ちょっと。同じミス。危ねえ。ちょっと。また同じことしたー。フォアワンじゃん。オッケー、先に進んだ。すぐジャンプ。危ね。うおいはい、あれ、嘘。そっか、あそこは1回なのか。あ、間違えた。くっそ、間違えた。あー、ダメか、真上、画面外にもあったわ。はい、爆走鬼畜トロッコでした。いやね、難易度は本当に鬼畜だね。本当に鬼畜っていうか、一回失敗しないといけないとこあるからね。スタミナ回復したら続きやってみようかな。ちょっと全クリでもできる気がしねえな、このゲーム。まあいいや。
爆走鬼畜トロッコでした。他の動画または新しく投稿された動画をいち早く見たい方はチャンネル登録がおすすめ。ここをクリックしてくれ。スマートフォンの方は画面下にあるチャンネル登録ボタンか概要内にある URL をクリックだ。クリッククリッククリックサンダークリック。この動画シリーズの続きを見たい方はここをクリックしてくれ。よろしく、よろしく、よろしく。